やあ、保安官。マスター、こいつを貼っといてくれ。新しい手配書かい？やれやれ、奴らだけでも物騒なのに。よう、しばらくだな。そんな顔するんじゃねえよ。今日こそあんたの逃亡生活にピリオドを打ってやろうってんだ。感謝されて叱るべきだと思うんだがね。ムキナ、この賞金稼ぎマッドドッグ様ともあろうものが丸腰のやつをやっちまうわけにはいかない。これで何度目かな、あんたとやり合うのは。今じゃ恋人同士のような気さえするぜ。だがそれも今日までだ。やるな。バカにしやがって。なぜいつも俺をやらねえ。待ちやがれ。うわっ。てめえ、俺様の相棒ゴールドの手綱を打ちやがったな。待て！
セニョラムーシャー。バカ。いらっしゃい。何をお飲みで？それともお食事ですかな？お代はもちろん結構ですよ。おら！マスター、いつもので。おお、兄ちゃん、見ねえ面だな。そこは俺の指定席なんだがな。どけっつってんだよ！やめて。そこはあんたの指定席なんかじゃないわ。金を払わない客なんか、こっちから願い下げよ。待ってたぜ、兄ちゃんよ。あ、兄！やめろって。うるさいね。なんだよ、あんたら。その腰に下げてんのはおもちゃかい？ウェイ、ジェンマ、クリント、セザール、立派なのは名前だけかい？アニー、お前はいい女だ。気の強いとこも実に俺好みだ。どうだ、俺の女にならねえか？ふざけんじゃないよ。てめえ、男の顔に手を挙げたな。下手に出たら突き上がりやがった。やめろ！ビリー！おお、臆病保安官の息子にしちゃ上出来ねえけどな。ガキが口挟むことじゃねえんだよ！すまねえな、兄ちゃん。ガキのしたことだ。許してやってくれ。お詫びに一杯おごるぜ。マスター、ミルクだ。それてめえみてえな腰抜けに、そいつが似合いだぜ。おお、いい飲みっぷりだ。マスター、おかわりだ。それてめえみてえな腰抜けに、そいつが似合いだぜ。お、俺のおごりが飲めねえってのか。
気のせいかミルクが戻ってきた気がするんだよな。いかんな、二日酔いだな。なんせここの酒は安物ばっかだからな。それともミルクはママのおっぱいからじゃねえと気に入らねえか。消えろ。なに？そんなに死にてえか。あんた、クレイジーバンチの一味じゃなかったのか。すげえや。あのパイクが、まるで子供扱いだわ。このおじちゃんならきっと。何事だね。保安官、この旅の方が。なんだよ。今頃何しに来たんだよ。パパなんか臆病者だ。ビリー、分かってくれ。今歯向かっても奴らの怒りを買うだけだ。けど何もしないんじゃ、ずっとこのままよ。兄、兄様黙ってて。兄さんも保安官もこの町の男たちはみんな臆病者よ。勇気があるのはこんな小さなビリーだけなんて。だが保安官、この旅の方がいれば。あいにくそいつはそんな立派なやつじゃねえぜ。そいつの名を聞いたら驚くぜ。教えてやろうか。そいつの名はキッド。キッドだ。そういえば。この手配書の。
その首にかけられた賞金は5000ドル。そいつをいただくのがこの賞金稼ぎ。マッドドッグ様よ。嘘だ。残念だが俺は嘘はつかねえ。嘘だよね、おじちゃん。嘘じゃない。嘘だ。さすがのキッドもガキにはお手上げか。てめえのおかげでゴールドには逃げられちまうし、今度こそケリをつけさせてもらうぜ。表に出ろ。決闘だ。決闘だ。逃げるなよ。なんだよその顔は。そうか、俺たちの関係もこれで終わりかと思うと寂しいか。わかるぜその気持ち。だがいい加減ケリをつけようぜ。背中合わせに歩き、5つ数えたら振り返って勝負だ。行くぜ。1つ2つ3つ4つ5つ。こいつはクレイジーパンチ。あの二人見えてたのか。つまらねえ邪魔が入っちまったな。すげえすげえ二人とも。この二人が組めばクレイジーバンチだって。ねえあんたたち、クレイジーバンチの奴らを倒してくれないかい。仕方ねえな、女に頼まれちゃ断れねえ。キッド、残念だが勝負はしばらくお預けだ。クレイジーバンチの奴らを片付けるまではな。